カピロターダカピロターダとは、メキシコとアメリカ合衆国のニューメキシコ州で作られる、ブレッドプディングに似た歌詞である。なお、カタカナ表記では、カピロターダと書かれる場合もあるものの、本校では、以降、カピロターダに表記を統一する。パンボリージョカピロターダは、しばしば、ブレッドプディングに似たパンを、材料の一つとして使う歌詞と説明される。 材料として使用するパンとしては、メキシコではパンボリージョ、またはパンフランセスと呼ばれる歯ごたえのあるパンを材料として使うのが正式とされている。しかし、バゲットのような食感が似た他のパンを使用したり、生地に鶏卵を含むペチューガやピコンという柔らかいパンを使用する例や、トロティーヤを底に敷く例もある。この他に、ピロンシーヨという黒砂糖で作るシロップ、果物、ナッツ類、 香辛料などが用いられる。このうち果物は、時事性の果物を使う場合もあるものの、通常は乾燥させた果物を使用する。特に、レーズンは口実の宗教的な意味においても、重要な材料とされる。その他、リンゴ、ナツメヤシの実、アンズ、アシトロン、プランテン、グアバ、トマトなどが使用されることがある。ナッツ類は、落花生、ペカンの実、アーモンド、クルミ、 松の実などが使用される。香辛料は、シナモンやクローブ、ナツメグ、イチジクの葉などが使用されるが、このうちシナモンは、宗教的な意味を持つスティック状のシナモンが使われる。これら以外の材料としては、やはり宗教的な意味を持つ熟成されたチーズが、加えられる。チーズの代わりに牛乳を使うこともある。チーズはメキシコでは、ペコリーノルマーノに似たケソアニエーホ、ニューメキシコでは、 黄色いアメリカンチーズやロングホーオンチーズ、モンテレージャックチーズが使われる。ニューメキシコ州では黒砂糖のシロップの代わりにカラメルソースを使うことが多い。カピロターダはこれら様々な材料を合わせオーブンで焼き上げて作られる。なお、メキシコでは少しだけ作るのではなくたくさん作って大皿に盛り付けてみんなで取り分けて食べることが多い。カピロターダは メキシコで古くから作られてきた菓子の一つであり、その使用食材や作り方はいろいろあって一つに定められない。記述のように、例えば使用する果物は基本的に乾燥果物を使うのだが、時々乾燥させていない生の果物を使用することもあることなどからレシピが複数あることは明らかである。したがってあくまで作り方の例に過ぎないものの、 カピロターだが、どのようなものかイメージをつかんでいただくために、参考までに一つの例を載せておく。バゲットを約1センチメートルの厚さに切り、それをザルなどに広げて乾かす。半乾き程度の乾燥で良い。深めの鍋にサラダ油を入れて熱し、摂氏170度で切って乾かしたバゲットをきつね色になるまで揚げる。深めの別な鍋に水、オレンジの火痢。 シナモンスティックを入れて火にかける。水が沸騰したら弱火にし、黒砂糖を加えて煮てシロップを作る。フライパンに少量のサラダ油をひいて熱し、そこでまずアーモンドと揚げたバゲットを炒める。アーモンドの香りが立ってきたら、くるみ、レーズン、リコッタチーズを加えて混合する。混ぜ合わせたら適量のシロップとお鍋で合わせる。適量のラードを加えて、 鍋の蓋はせずに鍋ごと摂氏200度に熱したオーブンで10分から15分程度加熱すれば完成である。メキシコのカピロターダは主にキリスト教の四純節の時期に食べられることで知られている。伝統的にはセマナサンタと呼ばれるキリスト教の復活祭の前の1週間にメキシコで作られてきた菓子で復活祭の2日前にあたる聖金曜日に供される。 料理の一つである。カピロターダの材料は、キリストの受難に関係する品々に例えられている。すなわち、パンは、キリストの身体、シロップは、キリストの血液、レーズンは十字架に打ち付けられた国、シナモンスティックは十字架を作った木材、溶けたチーズは、キリストの遺体を包んだ布、といった具合である。なお、現在一般的に作られるカピロターダの材料や、作り方には、 かつてとは変更された部分なども存在している。しかし、上記のようにキリスト教と深く結びついていることもあって、メキシコではキリスト教関連施設がカピロターダの古いレシピを記録として残している。メキシコには欧米諸国の影響を受けた様々な味付けの菓子も存在するが、メキシコの伝統的な菓子の中にはカピロターダのような 黒砂糖とシナモンを味付けに使用した菓子がしばしば見られる。例えば、カピロターだと似た菓子として知られる、ブレッドプディングはメキシコでも家庭で一般的に作られる菓子の一つだが、味付けにやはり黒砂糖とシナモンが使われることがある。参考文献の一つ、渡辺伊製、魅力のメキシコ料理の99ページにもあるように、バゲットを使うのは正式ではない。ただし、 本来使用されるボリージョと呼ばれるパンも、しばしばバゲットに似たパンと説明される。ABCD 渡辺伊製、魅力のメキシコ料理 P99、朝日屋出版2002年2月5日、発行 ISBN4 から 751102990AB ケネディ、ディアナ、ザエッセンシャルクイジーンズオブメキシコ、ニューヨーク、クラークソンポッター、PP、 418、ISBN0609603558、A.B. ケネディ、ディアナ、マイ・メキシコ、A. カリナリー・オデッセイ・ウィズ・モアザン300レシピス、ニューヨーク、クラークソン・ポッター、P.P.64 から5、ISBN0609602470、ガーソン、ファニー、マイ・スウィート・メキシコ、レシピス・フォー・オーセンティック・ペストリーズ、ブレッツ、キャンディーズ、ビバレッジズ、 アンドフローズントリーツ、バークリー、CA、10スピードプレス、PP162、ISBN 9長7815億8008万9944、ケネディ、ディアナ、ザエッセンシャルクイジーンズオブメキシコ、ニューヨーク、クラークソン・ポッター、PP416 から7、ISBN 0609603558、ジャラミロ、クリーブス・ M、ニュー、 メキシコテイスティーレシピス、レイトン、ユタ、キブズ・スミス、pp、11、ISBN9 兆7814億2362万556、A.B. サンチェス、アイリーン・ B. グロリア・ S、ユアンド、コミーダ・ソブローサー、ホーム、スタイル・サウスウェスターン・クッキング、アルバカーキー、ニューメキシコ、ユニバーシティオブ・ニュー、メキシコ・プレス、pp、 122?ISBN 0826323863。a b デント、ハントリーザ・フィースト・オブ・サンタフェクッキング・オブ・ザ・アメリカン・サウス・ウェストニューヨークファイアサイド PP 354から55 ISBN 0671873024ありがとうございます。